おはようございます。ただいま3時55分でございます。ということで、これからね、空港チェックアウトしてね、空港に向かいます。で、今日はですね、6時いや違う8時ぐらいのフライトを、時間何時だったかな、9時だった。フライト自体は9時なんですね。はい、9時なんですけども、まあ皆さんね、ずっと見ていただいた方はですね、ヒースロー空港ありましたよね。はい、混雑はですね、ヨーロッパ全体である程度起きてるんですよね、混雑っていうのは。ですので、かなりビビっております。ですので、かなり早く行こうかなというふうに思っておりますので、もうね、チェックアウトして空港の方向かいたいと思います。で、当初はですね、電車で、行こうと思ってたんですけども、この時間だとですね、電車も動いてないということで、バスがね、違うバスだと、あとね30分後ぐらいに、来たね、照海駅っていうところからもうバスが出るそうなんで、まあ、4時半のバスか、まあ、その次のバス、まあ、どっちでもいいんですけども、まあ、それに乗ってね、まあ、3時間前までにはもう空港にはね、確実に到着していきたいということですんで。これからチェックアウトして照海駅まで行って、そこからねバスで空港の方ね向かいたいなと思います。ここからね、空港までちょっとウーバーとか調べたんですけど、100ユーロとか出てきちゃうんで、いやちょっとさすがにそれはきついと思って、でここからね照海駅のウーバーもいくらだっけ、15ユーロとかするんですよ。高いですよね。でも照海駅からシャトルバスは6ユーロとかなんですよ。だからここの移動の方がね、距離は近いのに高いみたいなね、まあ、そんな感じになってしまうんですけども、まあ、これもしょうがない、もういろいろ調べたんですけども、こんな時間にね、さすがに歩いていくのもちょっと怖いんで、これでいきたいと思います。ということで、今回ね、このキュリオコレクションではミニバーね、1回目全部無料ということで、まあ、このコーラでね、もう最後ということでいただきます。まあ、ひとまずね、呼びたいと思います。ということで、呼びましたので行きましょう。まあ、このホテルね、まあ、非常に良かったですね。まあ、ちょっと狭めでしたけど、ホテルのサービスとしてはね、非常に良かったですし、ミニバーブルやっぱりいいですね。うん、はい、ということで行きましょう。ドライバーマッチしないな。グッドモーニング。ということで、ホテルの前に出てきたんですけども、客室でね、呼んだのにまだマッチしてくれないですね。いや、これは困ったな。どうしよう。この時間帯の利用者が多いので、あれみたいですね。っていう感じで表示が出ております。いやね、バスで、照海駅行くのもいいんですけども、バスはね、事前にチケットを買わなきゃいけないんですよ。で、バスの中でね、お金を払ったりできないみたいなので、まあ、ご存知の通り、私はバスのチケットを持ってないんでね、その選択肢は使えないんですよね。で、しかもそれがね、コンビニとかね、売店とかで買うらしくてね、っていうところですよね。困ったな。4時半とかしたら間に合いそうもないですね。ちょっと考えます。なんとかね、ウーバー見つかりそうです。ホテルの人にね、聞いたんですけども、この時間はね、なかなか確かに使わないみたいですね。ホテルの方もね、一回電話してくれたんですけども、全然繋がんないみたいな、そんな感じで、結局、ウーバーで、乗り合いのやつで、12ユーロだったら、高いですけども、まあ、しょうがないですね。ということで、あと、ね、10分ぐらいかかりそうなんで、まあ、ここら辺で待って、乗っていきたいと思うんですけども、いや、残念ながらですね、4時半の、ね、空港バスに乗れたらなと思ってたんですけど、ちょっとそれは無理そうですね。ちょっとまた向こう行ってね、方法を考えたいなと思います。他のバスとかが出てればね、それでもう乗っていきたいんですけども、もしなさそうだったらね、ちょっと次のバスを待ちたいと思います。もっと早い方が良かったのかな準備が。いやね、今日本当はね、4時に起きて行動開始のはずだったんですけど、結局ね、2時半ぐらい目覚めちゃって、もう早めにパッキングしてあれしてたんですけども、このローマのタクシー事業ね、なかなか厳しいみたいですね。ちょっと普通のね、一般のタクシーはね、正直私ね、ニューヨークでぼったくられてる経験があるんで、あんまり拾って乗りたくはないんですよね。はい。ですので、ウーバーとね、お金変わんないんでね、事前に払えるんでね。ということなんで、ね、しばらく待ちましょう。そうですね、ちなみにね、言い忘れてましたけど、ローマの、ね、ギルドホテルはお金がかかります。ポイントで宿泊しても、現金で宿泊しても、このローマのタックス、まあ、税金ですね、こちらはね、上乗せされるっていうふうになりますので、まあ、前回のね、空港ホテルに、請求来ておりますので、まあ、7ユーロとか、そんなもんなんですけども、一応ね、ポイントで宿泊しても無料にはならないっていうふうになりますので、この点はね、まあ、多分どこでもマリオットでも多分一緒だと思うんですけども、この点は覚えておいてください。では、タクシーを取りましょう。しばらく待ちましょう。あっち？こっちかな？違うよね。ウーバー、イエス。Thank you。Thank you。では乗車できました。乗り合いだと思ったら私だけみたいですね。前の人があれだったかな？降ろしてから来るとかそういうのかもしれないですね。路面がガタガタなんで、やっぱギルドもやばいですね。暗くてあんまり映ってないかもしれないですけど、フルイン駅まで揺られたいと思います。ということで、フルインに着きましたが、4時半のバスには間に合いそうもありませんので、次が5時24分だと思いますが、ちょっとまたもうできる方法を調べますけども、バスステーションね、ちょっと見ていただきたいと思います。あ、乗れそう。で、Thank you。Hello, Thank you。ということで、なんと遅延してました。めちゃくちゃありがたいです。人が多いんですけど、叫んでる人とかいて、ちょっと怖かったので、よかったですね。はい、売り場のおじさんからチケット買ってもらったんですけど、君みたいな感じでしたね。ということで、夜の楽しみながらできたいと思います。ちょっと楽しめるほど綺麗に撮れないかもしれないですけど、やっぱりね、路面がガタガタですね。あれですね、でもさっきのね、ウーバーの運転手さんは、まあ路面もありますけども、めちゃくちゃ運転が荒いっていうのもありましたね。多分めちゃくちゃ眠そうだったんで、もうこれで最後寝るみたいなね、そんな感じだったのではないかと思ってます。いや、めちゃくちゃ怖かったです。速攻シートベルト締めましたからね。どうでしょうか、ちょっとあれですね、暗いですね。では30分ぐらいでしたっけ、ローマ空港まで揺られたいと思います。ということで、無事ね、フィウミチーノ空港、通称レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港にね到着いたしました。いや、本当にね、無事にバスが乗れてね、良かったです。ということで、今ね、ターミナル3で、これからね、ターミナル1に行ってチェックインねしていきたいなと思うんですけども、ここでね、一旦動画を切り出していただきます。で、今回ですね、次に行く国なんですけども、次からですね、ちょっと乗り継ぎが増えますので、次はね、このローマ空港から、ウィーンの方にね、飛行機で行きます。ですので、まあ、フライトレビューになるかななんていうふうに思うんですけども、そちらもね、楽しんでいただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうも皆さん、こんにちは、チャックバスです。今私はイタリアローマフィウミチーノ空港に来ております。こちらね、通称レオナルド・ダ・ヴィンチ空港って言われてると思うんですけども、今ね、こちらのターミナル3に来ておりまして、これからね、このイタリア・ローマからウィーンの方にね、飛行機で行きたいと思います。まあ、ウィーンの方に行きたいと思いますって言うんですけども、ウィーンに行くっていうよりかは、まあ、今回ね、乗り継ぎでウィーンに伺うっていう風になりますんで、まあ、特にね、入国等々はしないんですけども、このローマからね、ウィーンの方に行きます。で、今回のね、航空会社なんですけども、今回ははオーストリア航空のビジネスクラスに乗って行きます。で今回ねビジネスクラスでね行くということで、またいいシートでと思われる方多いかもしれないんですけども、多分ねここはなんちゃってビジネスシートだと思いますんで、多分エコノミークラスの左右いないパターン、左右私は窓が取ってるんで多分隣いないパターンだと思います。ですんでねそこまで期待せずに見ていただければなと思うんですけども、今ね、ここまで空港バスでね、テリウミ駅からターミナルバスでねここまでやってきました。で今ね時刻は何時だろう、今ね5時24分ということで、フライトはね朝の9時なんですよね。ですんで3時間半前ぐらいなんですけども、今までね動画見ていただいた方はね分かる通り、このヨーロッパっていうのはね今コロナから復活して非常に空港混雑してるんですよね。しかもその混雑してるし、その人手不足でねロストバゲージとかめちゃくちゃ起きやすく、またチェックインにもすごい時間がかかる、一番かかるのはセキュリティチェックなんですけども、そんなこともありますので、前回ね、ヒースロー空港で約3時間のねセキュリティチェックね食らいましたので、ちょっと今回ねビビっております。ですんでねできるだけ早く、ここにね来たかったっていう感じですね。ということで早速ね今ターミナル3にいてターミナル1までね歩いていって、この空港はねターミナル間が歩けるんでねいいですよね、バスとかに乗らなくていいんで。ですのでターミナル1に行ってね早速チェックインしていきたいなと思います。もうね事前のねチェックインも済んでおりますので、搭乗券ね発券してバゲージ出していきたいと思います。で今回ね、このイタリアローマから、ウィーンの方に行くんですけども、ウィーンの先も乗り継ぎなんですよね。でロストバゲージね、これが今一番ビビっております。もういろんな空港で置き去りにされたねスーツケースを私は目の当たりにしてるんですよね。アメリカでもヒースローでもドイツでも。ですのでちょっとねこれがね今回の旅で一番怖い部分なんですよね。無事ね最終目的地まで行ってくれればいいんですけども、もしかしたらねなくなってしまうかもしれないと思うとあれですね、怖いですね。一応ねエアタグは入れてありますんで、どこにいるかはね追跡できるようにはしてますけども、ある場所が分かったからってすぐ持ってきてくれるかどうかもよく分かんないじゃないですか。ということで、とりあえずね無事に行けることを祈りつつチェックインしていきたいと思います。もうね直行を取れなかったんでこのルートになったっていう感じなんで、では行きましょう。ではオーストリア空港を探しましょう。ここは ITA、 やはりあれですね、イタリアだけに ITA エアウェイズのカウンターがかなり大きいですね。 ITA、 ここは ITA、 全部 ITA だ、すごっ。これ全部 ITA です。ここですね、オーストリアルフトアンダスイス。ビジネスクラスはここかな。こちらでもうチェックイン済んでるんで、バゲージがあればそれでやっちゃいたいんだけど、ないのかな、なさそうですね。ではここでやっていきたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。今回はですね、イタリア、このローマからウィーンの方に行きます。乗り継ぎなんですけども、無事ねチェックインすることができて、最初乗れないって言われてめちゃくちゃヒヤヒヤしました。結局ね乗れるということで良かったんですけども、いやこれね本当に英語でバーって言われてダメだって言われると本当にあれですね、寿命が縮まりますね。ディープルっていうね翻訳サイトにねめちゃくちゃお世話になりました。ということで、出国審査等々ねセキュリティチェックいきたいと思います。ではセキュリティチェックを超えるとこんな感じで免税店が広がっております。今はね円安なんでねあんまりあれはないかもしれないですけども、あ、イエス今ね、ボーイが YouTuber 感声をかけていただきました。そうだよって言ったら、どういう系のって聞かれて、マイルドがホテルだよって言ったら、いいねみたいな感じで買っていきました。いや、いいですね。嬉しい限りです。ああ、結構広いんですね。で、私は A の1から10のラウンジに行けってお姉さんが言ってたんで、そっちに行きましょう。こちらですかね。はい、ビッグラウンジあります。あ、A、オーストリア、エヴァ、スイス。もう、ステランスは全部固まってる感じですね。あと、プリマビスタラウンジっていうのが、プライティバスで入れるラウンジがありますね。これも行きましょう。IT エアワイズ。本当はこれ、こういった感じのラウンジをね、使いたかったんですけど、残念です。こちらはね、ローマ空港なんですけども、セキュリティチェックはね、全然混んでなかったです。はい、めちゃくちゃ流れてました。ですんで、まあ、セキュリティチェックね、の列に並んで終わるまで10分もかかんなかったですね。いや、本当に良かったっていうね。でも、今ね、言ってもまだ朝の6時なんで、これは、早かったからね、この時間に慣れたっていうのもあるかもしれないので、まあ、これは何とも言い難いところですね。ひとまず、まあ、国際線、国内線問わずね、今ね、3時間、ヒースローに関しては4時間でもいいと思います。私は3時間半ぐらいヒースローかかりましたんでね、本当に間に合わないと思いました。ということで、ちょっとラウンジ探してね、ラウンジホッピングしていきたいと思います。では、中に入ってまいりました。こんな感じになっております。手の方になってるんですね。店員さんはね、取ってくれるスタイルなんですね。これは珍しいですね。では、軽くいただきたいと思います。ということで、ラウンジに入ってまいりました。かなり珍しいラウンジですね。食べ物を全部あるんですけども、店員さんは全部ね、取ってくれる感じですね。うん、お酒はなんか見た感じなさそうですね。はい、ちょっとこの後ね、スタイラスゴールドのラウンジでね、食事いただこうかなと思ってますので、すいません、コーヒーが飲みたかったので、コーヒーいただきました。これカプチーノですね。美味しい。なんかね、やはりイタリアなのか、カプチーノもね、どこのお店も美味しいですね。まあ、今日、2時ぐらいに目覚めちゃうんですね。ちょっと今眠いですね。はい、まあ、飛行機の乗り継ぎがね、今日多くて、まあ、今回の動画ではローマからウィーンなんですけど、その後も乗り継ぎなんで、多分ね、仕事できるような時間もないと思うんで、なんか寝ては起きて、寝ては起きてを繰り返すような、そんな一日になりそうですね。でね、ラウンジ自体はね、なんか細長くなってて、このフロアとなんか廊下みたいなのがあって、また1フロアみたいな感じですね。で、シャワールームはね、なさそうですね。まあでもちょっとお酒はないですけども、食べ物はね、しっかりあるので、まあ普通に利用する分には問題ないかなと思います。一応ラウンジ情報見ときましょうか。いいですね。ターミナル2、ここはね、プリマビスタラウンジですね。ターミナル2、そうですね。で、インターネットアクセス、 Wi-Fi、 アルコール、ソフトドリンク、テレビ、等々は利用できると。やっぱりシャワーはないんですけど、アルコール飲料は見当たらないんですけど、もしかしたらオーダーしたら裏から出てくるとか、そんなんですかね。うん、じゃあアルコールはあるみたいですね。はい、一応アルコールの記載はあるんで、多分使えると思います。プライオリティバスっていうのは、海外行くのが決まって、空港自体がもう決まったらね、ちょっとラウンジ確認して発行するから、ね、検討していただくのもいいかもしれないですね。多分おそらくこれから行くスタイラーズなラウンジは混んでると思います。いろんな航空会社のビジネスクラスが全部そこに入りますんで。ですね、もしかしたらこっちに帰ってくるかもしれないですね。まあちょっとね、混雑具合で決めたいと思います。なんかね、ゲートが、今日ね、まだチェックインの時にゲート決まってなくて、63番ゲートなんですよ。でこのエリアがちょうど A の1から10で反対方向なんですよね、搭乗口と、なんかそんなようなことを確かにチェックインの際に言ってたなと思ってて、このからここにあるけどみたいな、もしかしたらこっちになるかもしれないみたいなこと言ってた気がしたんで、多分それだと思うんですけども、チェックインのお姉さんが言ってたのかなですね。まあちょっと早めに、搭乗開始は8時半なんで、まあ、8時にはね、ランチ出てね、ゲートの方に行きたいと思います。ですが、あと1時間半ですね。ですね、このカプチーノを飲み終わったらスタイルランチのランチ行って食事したいと思います。それではね、スタイルランチラウンジに到着しました。先ほどのラウンジのさらに奥のね、ところにこのスタイルランチラウンジがあります。で、入り口の方にはですね、まあ、先ほど書いてあった通りですね、こんな感じで ANA のね、スタイルランチの、航空会社の名前書いてありますので、ANA とかね、ルーストハンザーとか、まあ、ここら辺で利用する場合はこのラウンジがね、利用することができます。ということで行きましょう。では、こんな感じです。これはマリトッツォじゃないですか。食べましょう。私食べたことないんで。オーダーする系なんですね。こっちもマリトッツォが。こっちにアルコール類ですね。多分言えば出してくれると思います。こっちもそうですね。飛行機もね、こっちで楽しむことができます。これでも未発着は見れるんじゃないかな。いいですね。Questo perché dopo se non ci porta da Monaco è più sicuro. No, è questo. Oh, il video è qua. Facciamo un po' di solo. Poi qua. E ci può fare un po' solo. Andiamo, itadakimasho. Maritozzo, itadakimashita. Sandwich. Tsuna toハムとチーズかな。あとこのお野菜とね、サンドイッチ、あとフライドポテトも作るんですね、一緒に。すごいね、ちゃんと作っていただいて、ヨーグルト、リンゴが添えられております。あとオレンジジュース、美味しいですね。ではいただきましょう。なんか入ってますね。あとこのハムマヨのチーズだと思います。ほら、食べ慣れた味で美味しい。ラウンジがちゃんと営業してるっていう感じじゃなくて、今まだ早朝過ぎて掃除タイムも入ってるしみたいな感じです。いいです。ありがとうございます。レタスとマヨネーズとあえて、美味しいです。一番気になったのはマリトッツォですね、マリトッツォ。めちゃめちゃボリューミーですね、これ。見た感じからしていただきます。これね、生クリームが入ってるだけじゃなくて、パンの周りにも砂糖をまぶしてあるんですよ。どこ食べても甘いですね。たっぷりでめちゃくちゃ美味しいです。ということで、あと1時間ちょっとですね、ゆっくりしたいと思います。美味しいですね、ということで、搭乗時刻今ね8時ぐらいなんですけど、ちょっと早めに出てまいりました。やはりね、ラウンジは1から10番ゲートで、今回私63番ゲート A のかなり歩いてますんで、早めに出てよかったです。ラウンジがね、冷房ギンギンだったんで、ね、寒かったです。ですので上着着てしまいました。ということで、これはもう本当にめちゃめちゃコロナ前と同じですね。ゴリラもいます。閉まってる店はもうないですね。いや、いいですね。まあでも空港なんでマスクしてる人は結構多いですね。うん。ローマ空港めちゃくちゃでかいんですね。あ、まだ63番ゲートつかないんだ。間にこの大きいショップ並びがね、あるんですね。ケンタッキーフライドチキンとかも入ってますね。遠いな。結構あるんですね。早めに出てきて大正解です。まあ、搭乗時刻ボーディングタイムにね、いればいいと思うんですけど、いやー、まだ続くんだ。あ、飛行機が見れてきましたね。この前の IT エアウェイズ、Alitalia航空の機体、塗装変更なしで普通にそのまま運用されてるんですね。私が前回乗ったのもそのまんまでしたもんね。いやー、この空港広いんで皆さん気をつけましょう。早めにゲットつけましょうね。多分私はこれでもまあかなり余裕な方だと思いますけど、これあと5分とかでこの距離を知ったら結構落ちますね。61、62、あ、63番ゲート発見したかな。ありましたね。あ、これも免税店が立ち並んで、あれですね、香水とかお酒とかが買えそうですね。はい、63番ゲート到着しました。OS0502 便合ってますね。ということで、ここら辺で待ちましょうかね。椅子は空いてなさそうだな。まあ適当にちょっと空いてるとこ探して待ってたいと思います。かっこいい電光掲示板ですね。とりあえず今回はこのローマからウィーンに行きます。 BIE ですね。ではちょっとここら辺でボーディング始まるまで待ちたいと思います。それでは搭乗時刻になりましたので、搭乗していきたいと思います。もう結構の方がね、並び始めておりますね。では搭乗していきたいと思います。いやー、ローマめちゃくちゃ楽しかったですね。また来たいですね。ということで、次はウィーンに行きます。乗り継ぎでということで、無事搭乗することができました。エアバス320ですね。はい。行きます。今回自由という座席なので、今回ビジネスクラスですけども、まあ、エコノミークラスの隣がいない、まあ、これがヨーロッパのビジネスクラスでよくね採用されてるんですけども、まあ、今日これでいます。ということで。おそらく1時間ぐらいのフライトだと思うんですけども、楽しんでいきたいと思います。ということで、今回優先搭乗しましたので、まだねバンバン搭乗しておりますので、しばらく行きたいと思います。こんな感じで窓がね2つあります。こちらにルフトファンザの飛行機が止まってますね。Der Besatzung. Sicherheitsrelevante Informationen finden Sie auch auf den Karten in Ihrem Sitzbereich.Please be aware that your FFP2 mask, your face mask, has to be removed in case the oxygen masks drop out. You're required to observe all cabin signs and follow the instructions given by the crew. For safety relevant information, also refer to the cards by your seat. たちはね、残念なことにガムでね、いたずらされて、ページが開けないページもありましたので、やめましょう。それではね、あと40分ぐらい使いたいですね。チョコレートをいただきました。せっかくなんですけど、いただいちゃいました。空港に到着いたしました。では乗り継いでいきたいと思います。ということで無事ね、ウィーン国際空港に到着いたしました。今回ね、オーストリア航空のビジネスクラスですね。まあエコノミークラスの2座席分みたいな感じで、まあ、1座席を空けて、まあ、座るのはねビジネスクラスみたいな感じで、まあ、サービスはね機内食等々が出て、まあ、非常にね有意義な時間でした。まあ、今回ね1時間40分のフライトということでかなり短かったんですけども、非常に楽しかったです。ということで今回ですね、ここから次ね別の都市に、ね、乗り継ぐんですけども、今回ねここで一旦ね動画途切らさせていただきたいなというふうに思いますので、またね次の動画楽しみにしておいていただければなと思います。で次に行くところなんですけども、このねウィーン国際空港から次ねワルシャワに行きます。まあ行きますといってもこれも乗り継ぎなんですけども、次のねフライトレビューになるかなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。